涼しでございます。ということで今日は、ステレオペアマイクと F さんの、使い方いろいろ今ね試案してるのでちょっとアイディアレベルのお話をしたいかなと思います。で、ちょっといつもとねねこのチャンネル見てる方はあれ春風さん今日はリグがステレオバーがついてないですねということなんでございますけれども、まあ今までちょいとねこうリグにくっつけてですねこうやって使ってたんだけども、ちょっと待ってよと、要はちょっとこれが重たいので少し軽くしようかなというところで、どういう持ち方がいいかなというところで、ちょっと原点に立ち戻ってシンプルに考えようかなというふうに思いまして、今こんなような状態になってるんですけども、何をするかというと、ステレオペアはまあこの角度とこの幅によってまあいろんなステレオ表現をするというね考え方なんですけども、まあステレオバーにですね、まあこれいつも使ってるステレオバーですけども、ステレオバーに乗せるとですね、まあいろんな制約が角度上の制約が出てくるので、ポジション決めるまではですね、これでいいんじゃねえか。でどういうことかというと、手で持ってですよ。これで音聞きながらこう探って、まあ例えば X もこうすればいいんですね。通常の X ってこうやんなくちゃいけなくなるんだけど、こう X にやると左右が逆になるんで、ケーブル差し替えなきゃいけなくなっちゃうんだけど、まあもしくはあったら編集でひっくり返すとかね、やんなきゃいけないんだけども、そんなことするぐらいだったら手でこうやって、ポジション決まるまでね、こうやって、よし、ここだみたいなことの方が、なんか簡単じゃねえかなと。まあ、もしくはこういうこともできるしね、だからいろんなことができるんで、こっちの方が面白いんじゃねえかなというふうに思ってですね、この超シンプルなリグ状態を考えてるんですけれども、まあちょっとまだこれ撮ってきたんだけど、まああんまり面白いものはないので、作例は今回ないんですけれども、以上これちょっといろんなことがこれ分かってきたので、一個一個この原点に立ち戻ってですね、使い方からですね、セッティングのところまでちょっとおさらいしたいかと思います。で、まず F3 ですけども、まあこう電源が入るとですね、わわわわわわというふうにこうね波形が出てますけれども、さてはてまずね、ここの波形の高さと波高ですね、高さと実際の音量がどういう関係にあるのかというのがちょっとね、今までちょっといい加減にやってたんですけども、真面目にやるとですよ、ちょっと待ってね、今ですね、今これ波形が出てますけども、こっちがですね、F3 コントロールね、F3 コントロールのこの今緑の波形、今ちょっとだいぶレベル高いでございますな。ちょっと下げてみよう。これは高いな。こっち、よこしょ。今ですね、256だとね、今、まあ自分の方向けるとちょっと今、高いね。だから、このね、波形の一番上は、マイナス6デシベルぐらいかな。一番上が0デシベルだね。だからね、これだから、ほとんどね、90% ぐらいのところ、もうちょっと下げよう。よこしょ。こんなもんかな。波高が、結構、編集画面で見る波形のね、幅よりも、まあ、この、F3 の波形は、幅広めにしなくちゃいけないな。ということで、一番上についたところが0デシベルっぽいので、そこを目安にですね、調整するんで、アンビエントの場合ね、今のところいろんなところで撮影してか、まあ、録音してますけども、アンビエントの場合はね、大体ね、256倍か512倍ぐらいのところで撮ってます。で、今、喋りはこの50センチぐらいの、30センチぐらいか、30センチぐらいの距離だと、今この30センチのとこだと128倍
のところがちょうどいい感じかな。だからナレーション取るときは128倍ぐらいで、アンビエント取るときはそれより1つか2つ上げて取るっていう感じ、うん、かなと思いますけれども、まあそれがまあポイントね。なのできちっとこれでレベル調整したい人はやっぱりちょっとね、この箱だとね、どこが6デシベルか12デシベルかわかんないから、まあ、やっぱりこっちの Bluetooth 接続のこいつがあった方がいいね。ということで、まあダラダラと喋っておりますけれども、一つまあ皆様もですよ。なんか波形がでかくなっちゃってね。まあいいや。ということでですね、アンビエント撮るのにリグをつける前に、この手持ちリグっていうか手持ち録音でいろいろやってみてはいかが。まあなんか今日ダラダラ喋ってるね。まあそんなようなところでございますので、まあ本日軽い YouTube 作っておりましたけれども、まあやっぱりちっちゃくていいよねこいつはね。これで、でここを紐かなんかつけて首から下げて、これで手で持ってビビーってこうね、いろんな角度で音を聞くっていうのが、ちょっと楽しいんじゃないかな。旅行なんかはこの方がいいかな。リグなくてもいいかもしれないね。うん、そんなような気がします。ということで、ありがとうございます。あんまり喋ることなかったんだけども、ひとまず今日のご紹介でございました。またね。